はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんはナンバーズ30破滅のアシッドゴーレムというね、ゴミモンスターをご存知でしょうか。こいつですね、まあ結構有名なんで、まあご存知の方も多いと思うんですが、こいつね、かなりのクソ性能をしまして、まあ1、2、3効果あるんですが、1番目、エクシーズさえがないこのカードは攻撃ができねえと、まずね。はい。で、2番目、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分はモンスターを特殊召喚ができねえと。デメリットね。で、3番目、自分の3倍フェーズに、このカードのエクシーズを1つの時か自分は2000ポイントダメージを受けるという、もうデメリットしかないモンスターなんですよ。これね、まあ、有名なのは、まあ、バハムートシャークでね、出して、まあ、出せますよと。まあ、ちなみにこれ、デッキからランク3以下の水属性もエクシーズモンスター出せるんで、まあ、これでバハムートシャークを出せば、簡単に出るよっていう、まあ、コンボが有名だと思うんですけども、出したところで、デメリットしかないから、まあ、自分が縛り付けられるだけなんですよ。これをですね、送りつけるっていうね。これが、まあ、転移アシゴって言われているデッキで、まあ、強制転移とか死のマジックボックスとか、まあ、そういうカードを使って、コントロールを相手に移して、で、相手にこのデメリットを全部押し付けるっていうなんかクソみたいなデッキが、まあ、OCG ではあるんですけれども、まあ、それをですね、マスターデュエルで作ってきたんですが、今回はですね、何が、起きてるかっていうと、アシッドゴーレムさん、なんとね、手札1枚から、送りつけることに成功しました、私。はい。まあ、今回かなりソリティアをします。はい。もうアルティメットソルティアを見せつけました、相手に。で、アシッドゴーレムを出しまして、相手にこのモンスターを送りつけて、た上で、五稜星の呪縛っていう、このカードを、使いまして、これフィールド上のモンスター、相手フィールド上のモンスター1体を選択して、リリースをできなくして、シンクロサージもできなくするっていう効果なんですよ。これまあ、要するになんか、生贄封じの亀みたいな感じですね。イメージ的には。で、この効果をアシッドゴーレムにぶち込んで、アドバンス召喚もできなくするっていう。まあ、そういう、ギミック。はい。これがね、令和のね、転移アシゴみたいな感じですね。はい。これが手札1枚から、まあ、具体的には、まあ、ちょっと展開見ていただければわかるんですけども、ティアスケール1枚から、ルート開拓に成功しましたんで、こちらをね、対戦相手にお見合いしていきたいと思います。はい。デュエル、スタンバイ。このデッキ使うと友達いなくなるんで、そういう方だけ使ってください。さあ、華麗なるソルティアのお時間でございます。今回ティアスケールサーチできますんでね、止められなければ世界が終わる展開ができますよ。おっと、何もそうですね。これファントムナイツティアスケールを手札に加えていく。さあ、ティアスケール召喚はほっ、なんか何もなさそう。ティアスケールの効果、ティアスケールの効果によりトレジャーパラとかいうなんか謎のモンスターを墓地の国、デッキからダスイルを墓地の国、なんもなしそうですね。いけますね、これ。これね、手札1枚からね、アシッドゴーレムを送りつけて確定、最強なのかもしれない。もしかしたらサイレントブーツを手札に加えさせてもらうぜ。おっと、何もないのか。そしてファントムナイツでサイレントブーツを特殊召喚していく。そして、戦速モンスター2体の魂をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、アーロ、聖騎士の追走、イゾルゼ。これあれですよ、サレンダーされなければあれですよ、世界を終わらせることができるソリティアをね、セカオバソリティアを、相手に見せつけることができそうですね。さあ、剣道スピリット回転からのサイレントブース効果発動、シェーブリ持ってくる効果で、除外されるとティアスケ効果で、墓地から蘇ってこれる。まあ、このティアスケールっていうモンスターね、なんか幻影で使っても強いんだけどさ、もちろん。このね、ソルティアデッキの革命児なんですよね。なんかモンスター数めっちゃ稼げるんで、なんかありえないほどの展開力がね、まあ確保できるんですよね、こいつがあるだけで。で、結構ね、こいつを一番白で使うデッキっていうのはね、結構たくさんありましてね。まあ、今回のデッキもそのパターン。終末の騎士の効果。終末の騎士の効果と、妖刀竹光の効果。妖刀竹光の効果によって竹光カードを1枚手札に加え、そして終末の騎士の効果によってデッキから、何らかのモンスターを墓地に送ることができる。闇属性のこれによって、サモンプリストを墓地送っていく。はい。そしてだな、なんかわけのわからんレベルが違えモンスターを2体選択して、でパズロミノとかいうダレアネモンスター出して、こいつ魔法使いなんで
これ経由地なだけで、魔法使い付くモンスターを含む、モンスター2体以上で当たり前にセレーネを出していく。そしてセレーネリンク召喚成功時カウンターをめっちゃ置く。そしてこのカウンターを使うことによって墓地から魔法使い付くモンスターを特殊召喚できる。はいはいはい。さあ蘇れ召喚層サモンプリソ。そしてサモンプリソの効果、先ほど持ってきておいた俺滝光を墓地に送り、デッキから使用最強モンスターダークドリアードを特殊召喚。ダークドリアードは特殊召喚に成功した場合、地、水、炎、風属性モンスターをデッキから選択して、そいつらをデッキの上に置くとかいうなんか謎の効果。ちなみにこのね効果を発動した後にね何が起きるかっていうとですね、あ、これデッキトップに4枚置くじゃないですか。デッキトップ4枚置きまして、で順番は何でもいいですよ、全部引くんで、でシェーブルセットして、シェーブル発動して、で名称がちげえモンスター4体をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろサルジャースカルデット。このモンスターは4体スワンにした場合カードを4枚ドローできる、つまり4枚サーチってことよつまり4枚サーチってことよ。はい、ちなみにあのねこの効果使うとね、あの手札戻さないといけないんですけども、3枚あのカッツカツなんで、なんか誘発ケア枠とかあの入れてる日もありません。これで剣道スピリット回転と、イガードマスケットペンデュラムスケールにセット。そしてペンデュラム召喚2から、9のスケールで3から8のモンスター同時に召喚可能、入れろ魂のペンデュラム天空にかけ光の枠ペンデュラム召喚現れよ俺のモンスターたち。はっ、あ、ちなみにダークドリアードにターン制限ついてないんで、まあ、一応ねもう一回ね発動することが、あ、これ強制効果、剣道スピリット回転の効果によって手札に戻ってくる。そしてスカルデッドの効果により伊達が上がり、さらにダークドリアードの効果、また地、水、炎、風属性モンスターをデッキから選択し、そのモンスターをデッキトップに置く。順番は自分で選べる。ここはまあ何でもいいんだけど、このシーラカンスがあればいいです。さあここで4枚のモンスターを相手に見せつけて、このモンスターたちを選択して、はいはいはい、オッケー。そしてエンディミオンの効果、エンディミオンの効果によって今デッキトップに置いたシーラカンスを回収していく。そして回転を戻す、オーケー。そしてここからフィールド魔法をサーチしなきゃいけないんで、トレジャーパンダの効果を発動。トレジャーパンダの効果により墓地のマジックトラップカード1枚をゲームから除外し、デッキから通常モンスター対応特殊召喚ウォータースピリットを呼んでいく。そしてレベル4のなんか7かのモンスターに、あ、これパンダイガーね、パンダイガーのモンスターにレベル1のウォータースピリットをチューニング。あ、これ何をしてるかっていうと、フィールド魔法をサーチしたいんですよね。フィールド魔法をサーチしたくて、ガーデンローズメイデンの効果で、あのブラックガーデンっていう、そのためにですね、今、それをサーチしに行ってます。そして、暴天候の効果を発動、それをしながらレベル4のモンスターをね、4体並べないといけないんで、ちょっと胸くさいんですよこれ。で、トレジャーパンダの効果を発動。トレジャーパンダの効果によりカードを1枚、除外することによってまたデッキから通常モンスター相対を特殊召喚できる。現れよダンシングエルフ。そしてレベル1のダン、あ、うるせえカルデット、うるさ。レベル1のダンシングエルフにレベル4の暴天候をチューニング。新規の召喚ガーデンローズベイデン。このモンスターは新規の召喚に成功した場合デッキから、最強のフィールド魔法カードブラックガーデンを手札に加えることができる。そしてこの効果にチェンジ、ガーデンローズメイデンと暴天候の効果も発動していく。暴天候は進行次第に、なって墓地を送られた場合デッキから流星モンスター相対を特殊召喚することができる。これによって炎流星春芸をデッキから特殊召喚。ほっ、よし、これで準備は整った。レベル4のモンスターが4体、うるせえスカルデット黙ってろ。レベル4のモンスターが4体来るぞユーマ、うわー、改ざん機ダランベルシアンこいつはちなみに何でもマジックトラップカードをサーチできるっていうこの4体素材の効果を使うためだけに入っているぜ。そしてダランベルシアンの効果、オーバーレイと4つ取るとき、デッキから好きなマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。まあいろいろ手札に加えられるんですけどね、これマジックボックスとかにして2体送りつけたもできるんですけども、今回はご両生の呪縛とかいう最強カードを手札に加えていこう。そしてさらにスカルデッドの効果、手札からモンスター相対を特殊召喚できる。これによってシーラカンスを特殊召喚、よし。そしてスカルデッド、それからダランベルシアン、そしてまあガーデンローズメイテン、
この3体のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、インク召喚をしてみよう。現れよ、デコードトーカー。あ、これちなみにあの召喚ムービーあるんで見てください。かっこいいでしょ。そして、シーラカンスの効果、手札を1枚墓地に送ることによってデッキから好きな魚族モンスターを好きなだけ特殊召喚できる。呼んでこい。うわー最強ー。うわー最強ー。これあのちなみにあれですね、バハシャバハシャでアシッドゴレム2体出すっていうこともできます。はい、効果しませんか。そしてここで、天照のコーディネラルとかいう意味不明なモンスター出していく。そしてバハッシャ1体らしいな。レベル4の魚族モンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよ、バハムートシャク、メシナとどのき、バハムートシャク。さらにブラックガーデンを発動、レベル4の魚族モンスター2体の魂を使ってエクシーズ召喚、現れろ、メシナとどのき、バハムートシャク。あ、ちなみにブラックガーデンはですね、モンスターが特殊化されるとそれと盾を半分にしてなんかトークンをなんかその特殊化したじゃ方じゃない方に出すっていう方がですね。そして、バハムートシャークの効果発動、バハムートシャークの効果により、サイレントアングラーを切ってアシッドゴーレムを特殊召喚。長々とソリティア見てくれてありがとうな。お前によ、俺によこのモンスターあげるからよ。これあげちゃう。バハムートシャークの効果を発動、バハムートシャークの方にはこれ先でしたこれね、これ先にやらないといけないですよこれ、ちょっと間違えました、まあいいや。持ち帰りを特殊召喚、攻撃表示、これ打点が半分になっちゃうな、ちょっとミスりましたが、まあ言うでもそんな簡単にねこの持ち帰りを突破することはできないでしょう。で、トークンを出して、そして同じランクのナンバーズ以外のモンスターに対してオーバーレイ、エクシス召喚、未来をホープ、さらに未来をホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築。あー、そトークンだよね、はい。で、未来利用ホープを出していく。本当は持ち帰るが2200で残っているはずです、一応。そしてアシッドゴーレム君の効果ありまして、アシッドゴーレム君の効果ですね、あれなんですよ、素材が0個の状態だと攻撃ができなくて、でスタンバイフェーズの2000ダメージ入って、でさらに、自分は特殊召喚できないっていう効果ありましてね、これを相手に送りつけると何が起きるかというと、あちらにゴリオスの呪縛という意味不明なカードを使ってこれでリリースできなくします。この破滅のアシッドゴーレムはリリースできないため、なんだ、例えばアドバンス召喚とか、ああいうねリリースしてからアシッドゴーレムを処理みたいなことをできなくしました。はい、ちなみにトークンは一応あるんですけど、マイドフィード上に素材にはできません。基本的には特殊召喚ができないんで、マジシャンズサルベーション、何これは、ブラマジデッキ、やばい、危なかったな。アドバンス召喚されると結構まずいからな。これあれって黒の魔導陣が発動されてブラックマジシャンアドバンス召喚っていうなんか一応書いてあるだろ、大抵。あ、それはまあいいわ。持ってきた魔導陣を、これやばいぞ、ブラックマジシャンは逆にまずい。逆にね、アシッドゴーレム君がなんか、一応特殊召喚できないんだけど、アドバンス召喚、やばい、ブラックマジシャンとかいうカード持ってこられたらまずいぞ、意外と。黒の魔導陣は止めればいいわ、でもな。いや、意外とやばい、これは。魔導陣からのブラマジアドバンス召喚とかいう回答がある、あれ、デッキ、結構やばいかもしれない。それを止めなければならない、まずは。魔導陣は絶対止めましょう。持ち帰るで、まあ、一応モンスターをね召喚することはできるので、特殊召喚ができないだけで、まあ、あと普通にね金敵とかのコストにされるとかいう恨みあるね。ああで、ソウルズ召喚、はい、ソウルズ召喚したはいいものの、あ、さっき金剣使ったからソウルズの方が使えないぞ。おっと、アシッドゴーレム盾にしたか、バトルはできないぞ、そいつは攻撃することはできない。そいつは攻撃をすることはできない。なに？トークンでしまったこれ。ああ、まあそれぐらいはいいわ。そのぐらいは許してやろう。おっと、おっと、どうしたどうした。とりあえずトークンだけ殴っとかないといけないですよこれね。用途だけ叫んできた。ですね。そうですね。まあ、ブラックガーデンはちょっと残しといた方がなんかちょっと打点が下がって強いので、相手のフィールド上の。
モンスターが。だからちょっとトークンとこのなんか謎の魂だけ破壊しまして、なーにー、見習い魔導士だと。だこれ未来用で無効じゃないか、無効で危なかったな。あいつは打点がなんか2000ポイントアップするとかいうなんかヤバすぎるカード。あるいは、ま、闇属性魔法使い族の打点を2000ポイントアップできるが、まあ、その方が無効にすれば意味がない。そして持ち帰りの効果で、持ち帰りの攻撃でこのトークンを破壊し、そして、未来竜王君の攻撃でこのトークンを破壊すれば、もうブラックマジシャンをアドバンス召喚することはできない。ちなみにですね、アドバンス召喚をケアする場合は一応ね、ブラックガーデンをね効果使ってね、あの墓地のね、あのカッターシャークかなんかを出しておけばいいですよ。そうするとブラックガーデンの、トークンが破壊されるんで結構相性がいいです。魂別に特殊召喚できなきゃよくね。特殊召喚できないから別にあれいいな。てかいいの前にこれ無効にしたらあれやん、魂でアシットゴレム破壊されるよ。ダメやこれ。これはねスルーいいよ、はい、ブラックマジックね、オッケー。ブラックマジックとブラックマシャンがあるのね、いいよ。さあどうする、アシットゴーレム君の効果で2000本ポイントのバーンダメージが入るよ。さっきのライフはあと残り1800。次のスタンバイフェーズで死んじゃうね。どうするのかな、あれ何もできないってか。おい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 、そんなもんか、おい。長々とソルティア見てもらってありがとうな。結局さ、こういうデッキってさ、なんかあれなんだよね、サレンダーされることが一番やばいんだよね。その見てくれる人、まあ結構稀で、基本的にそのなんか鬼のようなソリティアをするので、まあ、見てくんないっていうのがありまして、まあ、それが一番やばいっていう。おっと、なんかB フォース必中のピンのうんこ投げつける効果で200ポイントの大ダメージがあったぞ。やばいな。アームの方、いや来た、ビートルーパーや。なんかビートルーパーさ、なんか新パックで追加されたもののマジで誰も使ってなくない？なんかランクママジで当たんねえんだけど。なんか全然使ってるやついなくて、これマジでめっちゃレアなんだけど、この人誰一人使ってねえと言われているこの謎のデッキね。これ結構強いんだけどさ、あのやってることはちょっとやっぱね、まあ、環境かと言われるとね、怪しいみたいなとこあるからね。さあ、バギーを墓地に送って、アームドホーンにこれレズナンスインセクトかなんか装備していくスタイルか。なかなか強力な場面になっていくんじゃないか、これは。あー、強そうだね。で、あ、インベンシブルアトラス。こいつがね、こいつ強いんですよね、これが。これ効果の対象にならず効果では破壊されないっていうのがすげえ耐性があって、インビジョンくんね。で、レズナンスインセクトの効果で上級持ってきながら、でさらにアームドホーンの効果で墓地、から昆虫毒除外すると出てこれるっていう、これね本当にね素晴らしいデザインになってますね、これに関しては。でレズナンスインセクトが除外されるとデッキから昆虫毒を墓地に送れるっていう効果もあると。非常に素晴らしいこのギミックは。はい、で、インビンシブル効果、なるほど、インビンシブル効果でデッキからビートリーパーを特殊召喚できる。何が出てんのこれ、これここであれか、あそっちなんだ。おお、あれかな、スティンギーランサーも握ってるパターンですか。でバギーバギーね、なるほど、あ展開伸びてんね、いいやん、バギーバギー強いやん。でバギーとバギー出た、ローカストキングや、出た地獄セミホ。結構強いんだよねこれも。一応ですね、モンスターの効果発動するとなんか無効にして、でなんかフィールド上の昆虫とかのなんか表示形式変更したり、なんか守備力上げたりできるっていう効果なんだけど。さあマイティネプチーンも出てきた、これでエンドフェイズ、あれかな、これローカストキングのなんか打点上げるみたいな感じか、なるほどな。これはなかなか硬いローカストキングが爆発するぞ。ネプチューン効果、はい、で打点が上がる、打点が上がる、ローカストキング効果、え、なんかあったっけ、え、それ効果無効効果じゃないの、効果無効にしていいのそれ、大丈夫こいつ、大丈夫かおい、なんか効果無効になったぞ、ね、マイティネプチューン。
なんだっけこれ、ローカストキング、あ、昆虫とか出せんだっけ。あー、そんなことあったね。はい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 、誰ですかあなたは。やばいこと書いてるね。え、何このモスラ、このモスラ強くね、書いてることやばいんだけど。そ、表が表示存在する限りその間お互いに一旦に一度しかモンスターを特殊召喚できない。え、やばこいつ。え、でも待って、これこれさ、これこれさ、これ勝ったら召喚するんじゃん。これさ、魔導士の力あるからさ、これビートダウンしたらいけんじゃねこれ。これビートダウンしたらいけんじゃねこれ。なんか、え、これもしかして魔導士の力つけるじゃないですか。これ魔導士の力つけてさ、これまあスケールモンス、これめちゃくちゃ強いけど、めちゃくちゃ強いけども、打点超えたわ、天才すぎた。え、これモスラ虫じゃね、モスラ、これ相手もきついだろこれ絶対。これ相手も相当きついぞこれ、1回しか特殊召喚できなかったら。これ無視してさ、これあれじゃない、インベンシブルアトラスぶん殴ったったらいいんじゃん。これローカストキングもどうでもいいから、ローカストキングどうでもいい、インベンシブルアトラスくんぶん殴ったらもうこれ多分打点が抜けないでしょ、これ3800。どうどうだ、これきついだろこれ相手。来た、カッタービートで勝てそう。カッタービートで勝てる、これワンチャンいける。なんかそれ効果無効ね、ローカストキングさんは永続効果なんですよね、永続で無効にしてくるんでね。はい、来たこれ、いける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 、これ相手困ってるぞ逆に。ああ、それはやばい、魔導士の力を破壊されてしまう、俺の魔導士の力が。うわ、え、待って、なんかさ、このモスラ実はこれ最強なんじゃないかね。これ強くないか。